こんにちは。こんにちは。今日はちょっと、はい、お前に報告というか、はい、決意表明というか、うん、相談というか、はい、お話がありまして、はい、兄ちゃん今年の目標はずっと綺麗になりたいって言い続けてきたよね。言ってますね。2020年の暮れから、はい、で私、はい、整形したいと思います。よし来た。よし来た。早くない受け入れ。来た。受け入れ早くない？来ました皆さん。びっくりとかじゃない。チャンスが来た。チャンス来た。いやまあ整形、あのね、今回サムネイルタイトルでも、はい、整形しますみたいな感じでちょっとショッキングとかびっくりする方もいると思うんですけど、はい、まあ、整形って言ってもどっかこう変えますじゃなくて、リフトアップっていうのに、うん、挑戦してみようかなと思いまして。素晴らしいと思いますこれは。あ、ほんと？うん。あ、よかった、安心。さっきも言ったんだけど、うん、まあ、こうメス入れるとかじゃなくて、こうなんか糸を入れてちょっと引き上げるみたいな、うん、挑戦しようかなと思って、なんでやろうかなと思ったんだけど、はい、昔から顔でかいんだよ。まあそうでもないけどね。まあ顔はでかくないけど頭と頬がで、あ、まあ去年のね、年末ダイエットもしてちょっと、はい、タイガーさん痩せましたとか顔がシュッとしますみたいな、うん、コメントめっちゃ来るんよ。ちょっと痩せたよね、確かに。ちょっとね、二重顎っぽかったりとか、うん、あと、個人的に気になったのが、このほうれい線。わかる。気になるよね。気になる、マジで。だけど、その辺をちょっと、うん、まあ、詳しくは先生と、こう、うん、相談をして、みたいな感じなんだけど、うん、それでちょっと、はい、綺麗になりたいなと。パワーアップタイガーじゃん。結構勇気いると思うな、これ、意外と。じゃけ、ついてきてください。じゃあ人見知り出るんで。じゃあちょっと当日は一緒に、はい、お願いします。わかりました。今から行く準備しよう。早いよ。今から行くわ。早いよ。ちょっと行ってくるわ。行って、一緒についてこいって言ったやん。一緒についてこいって言わんかったっけ。ということで、はい、一人でやってまいりました。参りました。やってまいりました。今日は東京中央美容外科渋谷東口院さんにやってまいりました。参、はい、りました。多分ね、はい、兄ちゃんがずっと、うん、今年は綺麗になりたいと言っとったけ、うん、これ伝わりました。届いたのか届きました。分からんけど届いた。届いたと思います。綺麗になっちゃうな。じゃあ今日、今日やばいよ、うん、だって見てこのさ、もう綺麗でしょ。鼻のこのほら、もう映えですよ。映え。もう可愛いでしょ。もう可愛い。照明もなんかね。そう。映えるんです。そう。で、まぁ、あ、ちょっと今日は、はい、顔がちっちゃくなっちゃうんですけど、寂しがらんでない。減るけど、体積。いやー。ちょっと。で、まぁ、あ、詳しいことは、はい、ちょっと今日、めちゃくちゃ美人な、はい、塩見先生という方に、塩見先生に、はい、お願いしたいと思うので、うん、ちょっと話聞いて、早速もう施術の方に行きたいと思います。兄ちゃんのコミュ障が発動されます。そっちがなんかね、女性めっちゃ多いよね。女性めちゃくちゃ。マジで。女性、角曲がったら女性。角曲がったら角に掘るけ。もう角角に。もうちょっと緊張はしたんだけど。そうね。頼むわ。よろしくお願いします。行きましょう。頑張りましょう。ということで、こちら、塩満恵子先生でございます。恵子さん。恵子さんです。よかった。今間違ったみたいな感じのやつ。ちょっと兄ちゃん緊張しておりますけども、タイガーさんは緊張してますか？あ、ちょっと人見知りです。本当ですか？で、ちょっと詳しい施術の内容とか相談的なところを、はい、お話伺いたいなと思いますので、よろしくお願いします。では一旦マスクを外していただきますね、はいすはい、コロナ予防のために消毒をさせていただきますね、はい、失礼します。マスク外してもめちゃくちゃイケメンだと思うんですけれども、いやいや、どのあたりが気になりますか？まず単純に太ったっていうのがあって、顔に僕出やすくて、顔で 2,3 キロ太ったんじゃないっていうぐらい。なるほど。で、最近ちょっとダイエット軽くして、はい、タイガーさん痩せたみたいな、うんうん、いただくんですけど、はい、自分的にはまだ大きくて、まだ大きくてちょっとシュートさせたい。そうなんです。こうやるとこう二重顎とか、うん、で今年、はい、2021年の目標結構いろんなところで聞かれるんですけど、はい、僕その度に今年はちょっと綺麗になりたいって言ってて、はい、じゃあ私に全てがかかっているということですかね。これチートです。ちょっとまず診察させてくださいね。はい。肌柔らかいですね。プニプニしてます。キューピーちゃんって呼ばれてます。キューピーちゃん。なるほどなるほど。で、一回グーッと噛んでください。うん、頭筋もなかなか張ってますね。 OK です、ありがとうございます。で、今何を、確認したかというと、お顔の、まあ、大きさが気になるということだったんですけれども、それは結局骨格なのか、それとも皮膚のたるみなのか、いろんな原因があるんですね。タイガーさん今触った感じですと骨はめちゃくちゃ小さいです。あ、
そうなんですね、はい、人間ってお顔が大きく見える原動詞余白の部分面積が広いと、はい、お顔って大きく見えちゃうんですけれども、はい、で今の余白分はここら辺はどっちかというとお肉組織なんですね。骨ってここにあるんですよ。なので骨をちゃんと見せてあげるとすごい痩せた感じにはなりやすいタイプです。つまりちゃんと太りました。違う。チャンスがあるってこと。皮膚が本当に女性みたいな感じで柔らかいんですよね。やっぱりキューピーちゃんだから、ね、柔らかいからこそちょっと太ったりするとそこに脂肪がついて重くなってくるから引っ張られて お顔がちょっと大きく見えやすいんですね。ってなってくると逆に引っ張ってあげると変化しやすいお顔だと思います。おー、チャンス。タイガーさんにまずベストな施術としてはやっぱり糸リフトがおすすめかなと思います。この糸リフト自身が大量のコラーゲンを生成していくんですね、はい、かなりお肌がツヤ感が出ます。なので本当に中に入れるコラーゲンっていう感じです。なるほど。ついでに肌も綺麗になるみたいな。綺麗になります。この小顔、美肌、再生っていう3つのワードが入っているので最強じゃんね。一番こう腫れるタイミングとかって何日後とかあったんですか。一番腫れるのは今日と明日ぐらいが一番腫れのピークだと思います。あともう一つはちょっと筋肉が張っているんですね。抗菌が張ってるせいでここがちょっと広く見えてしまうんです。なのでタイガーさんは糸リフトとここの筋肉を弱くするお注射も一緒にやってあげると結構スッキリはしやすいかなと思います。いよいよこの後です。ちょっとだけ緊張するね、やっぱ。いざとなったら、うん、でも嬉しい気持ちが強いよ。みーちゃんのこの顔を見てもらって実際に、うん、こうした方がいいですよみたいなのを詳しく説明してくれたけ、うん、内容自体はめっちゃ安心してる。まあ確かにね、まあ、これが今年の綺麗になるっていう目標の、うん、まず第一段階だけ、うん、なるほど。第一段階は高っ。めちゃめちゃ、いや自分でなんかやる前にあとは、うん、食生活とかさ、うんうん、そういうところもやっぱ改善していけなきゃいけないさ。ぜひお願いしますよ、ね、ただね顔はちょっと綺麗になるかもしれんけど、うん、さっき字汚すぎて、うん、漢字読めなくて確認来られたけど、ね、ほんまね。ほんまそこかよ。ほんま人としてということで今しっかり契約書を記入して見んじゃねえよ。見んなよ。わあ、手術感ありますね。これ今どう糸を通していくかっていうのをチェックを入れてるところなんですね。手がおばさんのおばさんの手の緊張して。おばさんじゃないです。手のやつじゃん。ババアじゃん。ババアです。いいじゃないですか、うん、可愛くなるには一回通らなきゃいけない。まあ確かに美容院とかでもねこうブサイクな瞬間あるもんね。そうそう、それと一緒やね。そう、一回最低見しとくわ。テープ貼ってもらっていろんな角度から撮るな。テープ貼ってもらってもう寝そう。うん、眠たい。正気麻酔してもらう前に、うん、兄ちゃんがすやっと眠るとか思うんだろうな。眠りは先形。こうなってなってるのが見たいわ。で鼻から吸っていただいて口から吐くように大きな深呼吸をお願いいたします。ということで今施術が終わって、はい、渋谷の街を歩いております。どうだ、ね、どうだった、まあ、若干の痛みはあるけど、うん、まあ全然我慢できるというか、はい、で、うん、今ほんまにこう施術終わって瞬間だけど、うん、まあ全然普通。確かに確かに。で麻酔がまだ残っとるけ、うん、単純に麻酔で喋りにくいっていう、はいはいはい、口開きっぱなしだもんね。口開きっぱなし。ずっとスマイルちゃんみたいになってるけ。でもなんか施術自体めちゃくちゃ早かったな。うん、うん、10分ぐらいじゃなかった。10分ぐらい。ちょっとね楽しみじゃない。はい、すでに、まあ、今はちょっとまだ見せんけど、すで、はい、に結構いい感じになってたよね。そうやね。また効果が最高潮の時にお楽しみということで、はい、はい、ということでイケメンタイガちゃんまで3、2、1、ジャンプ。ということで施術から1週間経ちましたけど、1週間経ちました、はい、早かったな意外と。じゃあ早速1週間経った成果を見せていただいてよろしいでしょうか。はい、お願いします。いきます。じゃじゃーん。いやでもだいぶスッキリしてるよ。だいぶスッキリしてるよね。だいぶスッキリしてるほんまに。なんかね自分じゃもうだいぶね見慣れてねよくわからないんだけどね。どうですか。あのさ今ビフォーアフターも出てると思うんですけど、はい、顎を頂点としてさ三角形が綺麗になった気がするね。横顔とかがやっぱねちょっと横の顎のラインとかがちょっと綺麗になったんじゃないかなってすごい思ってる。そうやね。マジで小顔に見えた。かなり効果あるよねこれ。かなり効果ある。もう顔の下半身だいぶスッキリしたね。ねえ。で、施術受けてから、ちょこちょこ動画出とったりとか、うん、まあ、いろんなシーンでこう見られる時あったんだけど、うん、結
構ね、痩せましたってコメントあって。うん、バレとる。やっぱね、わかるんだなって思った。そう。で、全然もう施術後、すぐ別に腫れとかもないし、もうね、なんだろう、何日間か、ちょっとこう、筋肉痛ぐらいの感じ。そうなんだ。そう。ちょっとこう、違和感あるなぐらいで、もう全然生活に支障なかったし。なるほど。で、今回糸のリフトと、このボトックスと、ここにもちょっと、ヒアルロン酸をちょっとやってもらったんだけど、実際に顔見てもらって、うん、どうがいいかっていうのをね、すごい先生が、こうがいいんじゃないですかっていうアイデアとか出してもらいながら、うん、兄ちゃんも分からんこといろいろ聞けたりとかしたけ、うん、めっちゃよかった。そうやね。めっちゃ親身になってね。うん、人見知り出とった？めっちゃ出とった。そんな人見知りの兄ちゃんでも、ちゃんと対応してくれる。大丈夫ですね。安心して。で、これをすることによって、うん、プラス、これがまあ3年から5年ぐらい続くらしいよね。はいはい。で、コラーゲンも入ってるけ、美肌効果もあるらしいよ。実際にね、こうなんかね、ちょっとね、肺を感じる気はする。ツヤッとするというか。ツヤツヤしないね。そう。マジでね、よかった。横顔めちゃめちゃ綺麗。言っとくけど。嘘。うん。また、レベルアップしてしまったかもしれない。いやーやりたいな、いいな。はい、そんな感じで、はい、ちょっとねタイトルとサムネ的にはびっくりさせたかもしれませんが、心がもうなんか満たされた感じがいっちゃんでかいね実際。はい、自信持てた。そう、自信持てるし、ね、それが一番大事だなってすごいね思った。心から綺麗に、うん、心から綺麗になれたなっていう。で、今回先生の方のチャンネルにも、はい、詳しい内容だったりとか、うん、2人で出させてもらってるんで、はい、概要欄の方からぜひ見てみてください。見てくださいよ。見てね。あの、緊張してるってこと、人見知りちょっと出てるかもしれないで、概要欄の URL に、はい、今回ね、こう兄ちゃんがやった施術内容とかも、はい、ホームページに載ってるので、はい、ぜひ興味ある方は見てみてください。見てください。ということで、兄ちゃん、良くなったやんと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。大満足。1年後もしかしたら弟もやっちゃってるかも。マジで大満足。よかったね、でも。これはね、モテるかもしれんわ。よかったです、よかったです。ありがとうございました。IGBの皆様。ありがとうございます。今後とも。よろしくお願いいたします。